これ未だに意味は分かってない話なんですけど、結構前、もう4年ぐらい前にまだ無限大ホールという渋谷の劇場に出ていた時の話なんですが、まあ当時は出待ちをしてくれる方がいらっしゃって、そんな中で初めて見たお客さんの女の子に、まあ若い子ですね、高校生ぐらいの女の子に、いつも見てます、ありがとうございますって、なんか心霊的な活動も見てくれてたらしくて、霊感あるのとか、すごいと思います、そんなありがとうございますっていうふうに言って、これよかったら受け取ってくださいって、まあ差し入れをね、いただいて、大きかったんですよ、すごい大きくって、何ですかこれって言って、開けたらわかると思いますって言って、ただ1週間後にライブありますよね、ああ同じところだ、はいありますよ、見に来るんでその時返してもらえますかって、って、じゃあってバーってどっか行っちゃって、めんどくせえな、こんなでっかいの持ってくんのと思いつつ、まあ、開けたらね、ぬいぐるみだったんですよ。まあ動物のね、ぬいぐるみで、めちゃくちゃでかかったんですよ。僕のその荷物よりでかくて、めんどくせえと思って、でもなんか返さないのもちょっと変じゃないですか。まあいいや、とりあえず持って帰るしかないなと思って、一回持って帰って、ちゃんと袋から出した瞬間に、すんごいなんか頭をつんざくように頭痛がしたんですね。いったーと思って、なんだこれ怖ーと思って、もう全然袋から出さないで、一週間ちょっと押し入れに入れといて、で、一週間後、まあ、もう持ってこうと。この家に置いときたくないからっていうのもあったんで、持って行ったらその女の子本当に来て、あ、持ってきてくれたんですね、あ、はい持ってきましたよって、それパッて返して、で、どうでしたって言われたんですよ。いや、どうでしたもこうでしたもないだろうと思ったんですけど、いや、まあ別にそんな変なこと起きてないですけど、ちょっとまあね、なんか僕自身の身にはちょっとなんか起きたりはしましたけどねって、なんか頭痛くなったとは言いづらかったんで、ぼやかして言ったら、その子が、あ、やっぱりそうなんですか、は？これ実は私の亡くなった姉のものなんです、そう言って、そのぬいぐるみ持って走ってどっか行っちゃったんです。どういう意図で僕に渡してきたのかっていうのは、まあしばらく経った今でも全く理解できてない。